おい、1号機、帰りラーメン行かね。お？ああ。いいね。は、おまっ首。いや、違うんだ。違くねえよ、なんだそれ。俺の意思じゃないんだ。体が勝手に。操縦されてるんだ！わわわわわ！操縦むずい。わからんから、とりあえず連打！おいおい、やめろや！1号機、操縦中。俺、1号機階には小さきミサオって幼馴染がいる。同じ団地ってこともあり、ガキの頃はよく遊んでたけど、成長するにつれ、あとサイエンティストになりたいな。見て、これ昨日作った生きたカエルのペンダント。ネゴネゴ。なんかヤバくて距離を置いた。それから月日は流れ、春には高校生、心も体も大きくなった俺の前に、ん？ミサオは小さくなって現れた。説明しろ。もうお嫁に行けないよ。どこにも行けねえだろ、それ以前に。やっちまうかもとは案じてたけど、よもやこんなにやっちまうとは。説明しろや。実はミカちゃんハウスに住みたいと思って小さくなる薬を作って飲んだら戻れなくなっちゃって。バカと天才が表裏一体すぎる。マッドサイエンティストになりたいとは言ってたが、すげえレベルに達してんな。大きくなる薬作らないと。そのためには素材がいる。サイの金玉とインパラの金玉とオカピの金玉、全金玉。この体じゃ移動もままならんので、1号機、私を動物園に連れてってくだぜ。まあそのくらいなら、この判断が命取りとなる。脱走した発情中の東ローランドゴリラからパウンド連打を受け、鉄槌し、薄れゆく意識の中で、青春を犯したかった。春から高校生、その未練に打ちひしがれていた。あれ ここは家なんだ、夢か。バカみてー、小さくなったミサオ、あげくにゴリラ、なんつう夢見てんだ俺。ギーロー、探偵皮膚ギーロー、なんでーメカホーク。いやー、ちょっとうるさいんですけど。コクピットにいるときは静かにしてよね。コクピットだ、てめえ。こんな、セルフモグラ叩きじゃ。何これ、体が勝手に、人生で初めてやるポーズ。なんで1号機は私にとって超巨大ロボなもので。あ、巨大っていうか脳に直接話しかけてる。私、1号機のパイロットなもので。あれ、もしかしてこれ夢じゃなくて本当に俺一度絶命しちゃった。そっか。ってことは、ミサオが息を引き取った俺を救うためにロボにしたってわけね。冒頭でお願いできっかな。だって勝手に改造したら怒られると思って。善意だろ。実際おめえのおかげで俺生きてるっぽいしな。怒るなんてねえよ。やっぱそうでしたか。その出方なら話違うぞ。あと何のボタンだそれ。よかった、まだ完成には程遠いので。定期メンテナンスとかガソリン注入も手動だから、私が中に常駐しないといけないし。常駐？
ポンコツな1号機はシャットダウンしがち。その場合私が操縦するんだけど、ピタッピで誤作動を起こすこと多々なのに。ポンコツ誤作動、1号機は起こらないんだ。流れに任せて不安要素ぶちまけてくんなよ。怒ってます？いや怒ってねえけど、このポーズには嫌気さしてる。あ、今度はなんだよ。今日から学校だ。もう時間行くの？いつの間にか数日経っとる。当たり前じゃん。1号機発進。ちょっと、おい、5階5階ここ、うわ、死ぬ死ぬ死ぬ。大丈夫です。もっとかっこよくなら。急がないと、初日から遅刻はまずいよ。俺服着てねえって、しかも半分メカだって、そっちがまずいだろ。大丈夫、瞬間メキコーティング。天才が止まんない。そこまでして学校行かにゃならん理由何？だって楽しみにしてたでしょ、1号機高校生活。私も楽しみにしてたけど、この小ささじゃいけないし、1号機も自立型改造人間に完成するまで無理でしょ。だからお互い一人で登校できるようになるまで一緒の青春を謳歌しようよ。ミサオ、チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。